後でプロ呼んで直してもらえ。とりあえず雨がしのぎらそれでいいだろう。俺は勝つ。お前に勝って歴史とした相馬の一員になるんだ。日曜日に出かけたつもりが、知らない間に知らない町に入り込み、気づけば3日過ぎていた。お正月の準備だよ。一大イベントだからね。中の人たちだけじゃなくて外の人も協力してくれるんだ。相馬の主治医だ。まあ半分は秋との世話だが、あいつの特技はすぐ病気になることだからな。次の学校新聞で電波の特集を組みたいから、放課後取材も兼ねて私の家に行っていいかって。秘密さえ守ればトール君が同居してもいいってさ。その代わり秘密厳守だからね。私がどこで何しようが私の勝手だ。いいか、私がここにいたこと。おお、そうとも。宣告は失礼した。僕こそがユキの兄、アヤメだ。なるほどなるほど、君がいわゆる王女様か。ま、当時は今よりマジでとんがってたよ。なんての、餌もらってないライオンっての。ヒロちゃん、返さなきゃダメだよ。お姉ちゃんを困らせるようなことしちゃダメだよ。違わないこともない。別に深い意味なんかないです。ただ捨てるのもなんだと思って。あら、やだよ、この人誰っさ。いや悪いね、散らかり放題です。まあくつろいでよ。女の子らしいし優しそうだし、いい人みたいでよかったよ。よかった。じゃあ改めて自己紹介。ごめんなさい、わざとでは、わざとではないんです。そんな重大な秘密を知ってしまったなら仕方ないって思ってますから。誠の鍋が飛ぶって書いて真鍋かける。みんなは俺を真鍋とか真鍋くんとか鍋くんとかかけるとか、ちょっとそこの人とか、いろんな呼び方をするけど。呼ばれたような気がして追いかけてみれば、勝手に入ってきたのだったら警察に引き渡されても文句は言えないんだよ。いえ、それだけわかれば結構ですよ。そうだね、これ以上道場を開けておくわけにもいかないからね。ここに座ってちゃいけないわけ。いちいちあんたの許しが必要なわけ。あんたにはそれを裁く権利があるってわけ。ごめんね、教訓に会えた感激のあまり力任せに喜んじゃった。4ヶ月も姿を消して連絡もくれなくて。俺ができるのは人を呪うことだけ。特技は呪詛返しをさらに返すこと。これちょっと自慢。すみません、私は本当にいつも周りに迷惑をかけてばかりで、ああ息をしているだけでも申し訳ないくらいなのに。ああ、そんな口聞いていいと思ってんのか、みかん頭。いつでもその髪黒く染める準備はできてんだぞ。いいよいいよ、マチもナオちゃんもかけるも来れないなら無理しなくってね、ユンユン。今日は休業とか急に言うから何かと思えば弟くんが来るんだったんだね。うんうん、外見だけは店長にそっくりだね。いえ、もういいのです。先生のバカスカタン、逃げないでくださいって言ったじゃないですか。いいえいいえ、違います。あれは王子の輝き、ユキの天性の光なのです。寂しいことに気づいてくれた。僕のために泣いてくれたんだ。でもなんか同じ一族なのに話したことなかったなんて変ですね。本家の羽鳥さんかっこいいって外でも人気なんですよ。第一、君はなんだ相馬初春くん、白髪ではないか。装飾品までジャラジャラつけようって傍若無人め。どうして、どうして私を呼んでくれなかったの。アキラさん、一人で一人ぼっちで行ってしまったっていうの。じゃあ早速ですけれど、お話進めてくださる。時間がもったいないわ。まあ改めて話し合うこともないですしね。話がうますぎるというか、なんというか、本田さんを巻き込んでアキトと二人で何か企んでないだろうね。電波女宅潜入計画成功です。てか、うちのクラスにあんな時代遅れのヤンキーが生息してること自体変なのよ。普通サボるもんじゃん。でも花島先輩の家ってどんな感じでしょう。奴らって何。